ちゃん。こんにちは。豊さん、はい、ね、阪神の外国人選手といえば2人、はい、2名挙げるとすると空ノイジー美恵ちゃんですよ。そうですよね、阪神から、ね、去ることになってしまいました、はい、もうこれ先月、ね、あの情報が出ていたんですけれども、はい、ノイジー&ミエセスが今シーズン限りで退団ということで、もうすでにノイジー選手は帰国したというふうにも発表されました。そのノイジー選手、思うような結果が残せずチームと最後までプレーできないことは残念ですが、残りのシーズン阪神タイガースの優勝、もうこれ優勝できなかったんですが、日本一を応援していますというふうにコメントを残して、もう帰国の途に就いたということで、ミエセス選手はまだ日本にどうやらいるそうだと。まあノイジー、まあ、真面目で、はい、いい外国人というか成績的にはね、うん、まあ、ちょっと物足りなさはあったにしても、はい、本当に真面目に一生懸命やる、うん、で昨年の日本シリーズ第7戦 で、うん、そうです、宮城からチェンジアップをスリーランホームランで、まあ、日本一に導いた、はい、あの一本でちょっと残ったような感じもするよね。そこがね、そうですね、まあ、そうそうそう、いやだから、はい、まあ、岡田監督もその大きな期待というよりも、うん、また昨年みたいな活躍してくれればいいっていうふうには思ってたんだろうけども、うん、前側が成長し、はい、井上が成長したっていうことを考えると、やっぱちょっと出る幕なくなったなでしたね。今シーズン49試合に出場して打率2割3分1厘、ホームランは1本8打点で、6月28日に2度目の出場選手登録の抹消となってからはもう1軍に上がることはなかった、まあ、そうだなということなんですよね。だからまあ日本人で賄えるというね、そうですね、まあ、そういう成績だとやっぱ外国人っていうのはちょっと苦しむよね。もうそうなってきちゃいますよね、まあ、競争相手もいるしね、はい、それだったらやっぱり球団の方も、うん、まあ、日本人の選手で補えるんだったら、まあ、そっちの方がいいんじゃないかっていうことになってくるよね。そうですね、前川選手の活躍とやっぱり三重選手っていうと、やっぱり前川選手をレフトには置きたいっていうのになりますよ ね、まあ、そうね、そこは、まあ、右と左との、ね、まあ、違いはあっても、はい、井上をポッと使ったらまたそこでホームランを打ったりとかさ、うん、これは2人で美恵ちゃんの穴を埋めれるというふうに考えるとさ、ノイジー、あ、ノイジーね、はい、考えるとちょっと出る幕なくなっちゃったな。そうですね、で今ちょっとね出ました美恵セス選手ですけれども、美恵セス選手も今シーズンは1軍の出場は14試合で、打率は1割1分1厘、ホームラン0、打点も0ということということで、うん、そっか、みえちゃん出てたかっていうふうにも思ったんですよね。それぐらいやっぱり、まあ、そうだな、出てない印象の方が強かったので、まあ、みえちゃんもなあ、ムードメーカーとか、そうなんです、人をね、和やかにするとか、そういう素質はあっても、うん、なかなかこうチームに貢献できる素質はなかったかな。そこですよね、だから去年の優勝のパーティーの時に、はい、みえちゃん、今日はね、あなたが主役でいいよとか、今日は主役あなたじゃないよとか、うん、そういうムードメーカーではあったんですけどね、まあ、あったけど、もう少し野球に集中できんかったかなっていうね、それはあるね。そうですよね、TikToker じゃないんだからあなたプロ野球選手なんだからっていうところはあるよね。そうです、まあ、そこら辺もね、愛嬌としたら愛される部分ではあるけどもね、うんうん、まあ、だけど自分の立場を考えた時にそれやってる場合なのっていう、まあ、日本人的な考え方を持つ人がたくさん日本だからいるから、ね、まあ、そうですね、まあ、ラテン系なのでもちろんその仕事の時、野球の時とオフっていうのはもちろんきっちり、いや、それはもちろんそうですね、区別するっていうのはあるんでしょうか。いや、だからそれを許さないっていうね、うん、まあ、日本の文化というか、ファンの、ね、まあ、思考というものがあって、うん、それはなかなか理解されることは多分なかったと思うけどもね、うん、出る幕はあんまないよね。守備っていうことも考えたりだとか、うん、いろいろすると、まあ、同じ外野でノイジーもいるし、そうです ね、まあ、1年目から控えではいたからね、はい、控えに甘んじてたから、うん、で何かあった時にノイジーだったからさ、はい、辛かったろうけどね、うん、ファンの中ではどうしても言われてしまう、まあ、今シーズンは阪神は野手は誰も補強せずに、まあ、ノイジー選手とミエセス選手のみで行って、まあ、こういう結果になったと。で一方で巨人は助っ人、最初こそ失敗しました、開幕前に前日かなんかに帰っちゃったというところありましたけれども、はいはい、そこからヘルナンデス選手を取り、モンテス選手を取り成功したと、まあ、この明暗っていうのもやっぱり優勝と2位っていうところの分けたのかなとか、そういうこともファンの中では今言われてます。ベルナンデスは本当にハマったよね、はい、ハマりましたね、本当にね、神が降りてきたんじゃないかなっていうような、うん、そんな感じがしたと思うよ、はい、阪神の場合は育てるべき
選手もたくさんいて、はい、前川っていうのが本当にこの日本を代表するようなバッターに育つんじゃないかって思うぐらい素晴らしい選手なんだよね、バッティングに関して、うん、それを 育てるのに一番こう良かったんだよ今年が。だから今年が良かったっていうのはポジションがパッと空いちゃったからさ、はい、ノイジーが良かったらそのままノイジーで押し通したと思うんだけど、うん、いなくて誰かって言った時に前川って、その前川が期待に応えたからさ、はい、これは仕方ないよ。だから外国人が来て苦しい時期に取ってきて、そこから20発打ってくれたかって言ったらなかなかやっぱ甲子園じゃ無理だぞ。これもしヘルナンデス選手とモンテス選手を阪神が取っていたら何か変わってましたかね。まあフェルナンデスだとちょっと変わってたかもわからないけど、フェルナンデスが甲子園で打てたかっていうとそれは分からん疑問だな。それとチームカラーとかいろいろあってそれはちょっと疑問だけど、巨人での働きが阪神でもできたとしたらそれは大きなプラス材料にはなったことは絶対確かだ。そうか、だとすると途中で例えば、あ、まあでもそうか、外国人選手を取るっていうことは阪神は考えは球団としては特に途中でも使わなきゃいけないからね、うん、そうですね。だからその巨人の場合は使って成功したから、そう思うかもわからないけども絶対使ってどうなるかっていうね、もうキャンプオープン戦やってないわけだから、見てないわけだから、それで取ってきてるんだから、前からこう目はつけてる外国人じゃないと、まあ、取ってこないからね、賭けというよりも確信に変わるか変わらないかだよな、ヘルナンデスが本当にいたとしたら阪神に多少楽だったと思う。そうですね、あの落ちた時にっていうことですね。でも前側の活躍を見ると、まあ、そうでもないと思うよ。前側で俺十分だったと思うよ。そうですね、それよりも前を打つ選手たち、前側より前を打つ選手たちがしっかりすればさ、はい、先輩たちが、こんなことにはならなかったよね。前側選手はあの本当に右ピッチャーとかその左ピッチャーとの兼ね合いでスタメン外れることもありましたけど、これ来年はそこ関係なくもう行くんですかね。まあ、関係なく使ってほしいけど、そうなんですね、やっぱ監督としたらそれも大丈夫だなと思いつつも、井上も育てたいっていうこともあるんだよね。そうか、難しい、まあ、だから難しいんだよそうか、そうそうそう、あのバッティングで左が打てないことは絶対ない、絶対打つよあの子は、だけど井上も育てなきゃいけない、一つのポジションでやりくりするしかないからさ、こういう扱いにはなったけども、まあ、来年からは違うと思う。やっぱいい方を使っていくと思う。来年外国人選手野手は阪神はどうでしょう、取るべき。いや取るよ。あ、取りますか。そりゃ取るよ、お金もあるから。となると、まあ、もちろん外野手っていうことになるんですか。分からんよそりゃ、ピッチャーかも分からんし。野手は取りますかね。まあ、野手も取ると思うよ。それどういうタイプの野手。そりゃパワーヒッター取るでしょ、ホームラン打てる選手。そりゃそうでしょ、まずはね、まずは、ってなるとまたね、いろんな選手との使われ方とか常に競争だから、毎年競争だから、毎年一つ年を取ってくると成長過程にある人は伸び盛りって言われるし、でもそれを過ぎた人は落ちていくばっかりだからね、はい、だからまあ競争はもう毎年行われる。そうですね、ビシエドという話もけどビシエドいるかないですね。どうですか。いらないと思うな。大山いるんじゃないね。大山選手が FA でまだどうなるのかちょっとわからない。まあまあ確かに、まあ、FA で出てたとしてもいらないと思うよ、ビシエドは。だとしたら新しい外国人選手を取ってくるっていうことですね。取ってくるか、サトテルをファーストに回してサードを誰か作るか、サードができる外国人に取ってくるか、いろいろやりようはあるよな。そうですね、近年って阪神って外国人のバッターって当たったのって誰かいますか。体当たりするやつ。あ、マートン。マートン結構前ですよね、もうね。そうか、前になるか、スタンリッチとかメッセがいた頃なんで。それはもう昔というかそうか、そうです、そうです。なので俺らがやってる時って化石だなもんそうですね、バースがいた頃ですか。いや本当にバース、まあ、そうですね、ちょっと化石になりつつあります。そうか、マルテもなかなかこう平均して良かったなってことなかったりとか。サンズがいいね。でサンズその後韓国かなんか行ったんだ。そうですよね、もう終わっちゃったので、なかなかこう顔になるような外国人選手っていないなって、ちょっと寂しくも思ってるんですけれども。でもね、スカウティングは俺下手ではないと思うよ。ノイジーは、まあ、打つことにアジャストが下手だったかもわからないけど、はい、守備の貢献っていうのはあったからね。ありましたね。
あのサードで止めてましたもんね。そうそうそう、うん、肩もね、正確性もあったし、はい、コントロールもあったし、うん、打つ方がね目立っちゃうからさ、うん、貢献度は守備についた時には高かった選手で、そうですね、だからあのスカウトなんか全然悪くないし、うん、どうやってアジャストしていくかだね、ピッチャーにね、はい、まあ、そこだけだよ。そうだったんですね、うん、だからまあ来季、うん、多分もう必死になって探してると思うけども、うん、いい外国人連れてきそうな気はするよ俺。お、阪神のスカウトの方が。そうそう、そしたらまた競争が大変になるから、うん、でそれがね、いい結果になって、あ、もちろんもちろん、いくといいですよね。もちろん、あのソフトバンクのショートいいな、外国人。あ、あ、もう見ました、ゆたろさん、どんな感じでした。いや、いい